かって印ちゃんの獅子消えたいわけナッシュナイヤケ。おお謎の光点こすられて、ちゃんと勝利を出していく。あれ全然対策ちゃんと考えないと。ああでも、まあ一応死にはしないかな。はい、これで、妥協、妥協しかしてない。全ては妥協。壁あったら下がる量ちょっと増やせばいい。別に普通に入ってくる一瞬止まるんで下がる量ちょっと多めに足小足が当たる。今の小足長いな。小足めちゃくちゃ強いですね。さすがローの小足もやっぱ強いですね。打点も高いですね。これを昇竜で割れないと文太郎のやったような色づく。あれごっついでは割れないのかな。ごっついは一応無理かな。できたとしても消費が飛んでくるんで、はいはい、まあ意味ないね。安い。さあ無畜とりあえず減らすだけ。とりあえずさあ3ゲージ。やりたいだけ、やりたいだけムーブ。やりたい、やりたい、やりたい。あれ下段も取るみたいね。下段このリュウちゃんは乱闘です。何なんでしょう。これが何なのかちょっと分かりませんか。フォークしか分かんない。やりたいだけ。おいすごっついなめる。結構減った。なんかリンのね立ちもついたらデザインの薄さが。そうね、空中は、ね、空中波動拳持続当てとかダメなの。空中波動拳、空中波動拳持続当て、そこまさにダメージが多い。おー、ゲットました。すげー高く飛んでた。すげー安い。なんだ。あ、やっぱ吸い込んできてた。このゲームどうなってるの。いや最初の当てに何ヒットしてた。ケロさんの才造ですかね。ドキューショーリーだ。これはヤワタでも見てあるっていうから予定の人なのかと思うんだよね。さあレベル1才造はアルバトがないのでレベル2。セロンパンしてたのかな。アルバトがないとはレベル2。なかなか開けられないですよ。触ればレベルになっちゃう。いいゲージの景気ですね。欲を言うともうちょっとゲージ回数を抑えたかったと思います。ルーターは何本持ってるかガーチャン機械でレベル1から2を上げられるんで。そうだね。もったいない。おい。本当にできる。かっこいい。忍者イケメンなの向かってんだよ。忍者早い。ガチューだ。こっちも厳しいですね。あそうですね。まあ文太のぐちゃぐちゃにする能力はもう多分にあるんで。高いですけど、やっぱりこのオロフの方が立ち回りというのも使ってるんで。まあ、オロフは立ち回りはほとんどトップクラスですよね。プレイヤーでも結構質の高いですね。
これしばらく何か安定で抜いてもらえれば、あとシーンとこのチームですか。っていうか俺プリンスいいの。プリンス、あのカリアの出たんだよな。シシの爆弾で抜けられますね。シーは多分それでダメージができるかなと。シーちょっと残念です。新たな対策としては、めちゃくちゃ早回しで、テーブル置いちゃって、相手の起き上がりをテーブルで見せなくするっていう。そんなことも最近考えてます。このゲームね、バンド難しいんで、タイミングするの結構ありかもしれない。そうね。ここはアウトね、さっき。新年に負けてるんで、新年一回ハマると死んでしまう。やっぱり一回ここにしっかりダウンを奪われるから。そうですね。あ、これは死んでしまう。おお。ルンタロー、まあ評価はだいぶ下がってきましたけど、あ、そうですか。8倍の性能が低いのと、今更7割じゃ驚かない。すごいレベルですね。あとガンドが上げられるには簡単に上げられるキャラはいいんですけど、はい、そうじゃないキャラ相手だと、なかなかレベル2できないんで、あれ一応一段目になったら5つで割れるんですよ。5つはどうだか見たいですけど、勝利のでは簡単に。おあら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 あ安心負けてしまった。さあこの対戦、壊しすら壊しすら差し込むことができない。かわいそうな壊し当たるんで。まあでもワンチャンがあるんでね。まあまあマーティアンの選択肢は残ってる。さあこれでレベル2に戻して、次壊しちゃったら死んでしまうんで、神殿側も攻め手には困る。神殿ね、相手フリードしてる間はいいんだけど、守られてからがちょっときつい。あー、ガーフルさんのガーフが飛んでくる。あれガーフです。あー、なんか漏れたか。これで殺せるのが神殿。お坊さんがこすっていく。さあ一回ガーキャン使ってレベル2にして、まあゲージ状況を圧倒的に分かるように、ここでレベル1に落としていく。さすがで相打ち取ってるけど、一応ダメージがちゃんできますね。大丈夫、まあまあ、これ、しないからね。チームで減らないから、減っていくチームよね。そうですね。おー、あれ当たんねえか。さあ、ゲージ入って。これで、どうなるか。あ、今のはゲージだった。これなんか、当たるか。なんでも死ぬ。なんでも死にません。おっと、俺がひどい。リカさん、味方を煽っていく。強いな、あれは強いね。あれめちゃくちゃ強いです。早いね。まあ、天空のあの設置様と違って、限定されるとちょっとまずい感じです。はい、あ、今のは一応コンボにはいけなかったか。ちょっと高かったかもしれない。まあ、ちゃんと判断してる。おお、出ない。いやー、いやー、いやこれを池見とれば死ぬ。一年、はい、できる、できるが高い。ナイス。ジャパンを壊す。ためたい、ためたい。プリンス。さあ本戦の方では
サメがあんまりね、なんか、あんまり火を吹かなかったんで、ぜひここでね、しっかり見せてほしいんだけど。サメを抜けれるキャラにしか当たんなかったからね。あ、そうだったんだ。地面は絶対抜けれなそうだね。地面はね、確かな。いや、一応ね、リバサ真空波動で抜けれるコイが、シガード、ガイコツ。ガイコツ。あ、ヘルガフガフ。あ、紹介対策できてる。あ、サメがなくなった。はい、いただきます。さあ、坊さんが供養されていく。おはめ。あ、今度はミスんない。できる。まあ、一応簡単に解説すると、あのテーブルがね、なんかあれだね、あの再現されそうだからここで解説そうだ、はい、このテーブルがガーフです。で、馬で浮かせて、そうすることで拾える。そしてジャンプポーズやめて、着地しゃがみ5分でやって、そうするとループする。はい、はめはめます。バイバイ。喉がガッ。こうなるとシシーちゃんいけるな。シシーちゃんのハメ動画、まあでもリバーサーむずいからね。シシーちゃんのハメ動画っていうのは倫理的に大丈夫なんですか。どっちもハメがある。ひどいゲームになってまいりました。やった。さあ、こする。お待ち、こする。連しなきで勝負になる。あ、ほら、いける。大将の意地を見せたいところ。今の2択よくガードした。あ、メインガードだ。あ、メインガードどうだ。スリムの時に降ってくるやつも中段、まあ、あれね、中段なんだけど、なんか本当に完璧に重なっちゃうと両ガードできるらしい。はい、あー、大将の意地を見せて、スリムになった完璧な状態で次のラウンドを迎えて、これがね、このキャラ弱いのだ。コパン、はい、こっちもコパン。押すためにボタンをついてる。さあ、なんとかスリムからデブに戻りたい。もうちょっとで戻れるかな。なんか当ててから戻りたいね。さあ、空中で、変なところで戻った。ああああああ、ちゃんとカエルも出て。さあ、今度はシシちゃんのハメが、一撃かって、はい、からの、ね、2択逃げた。あそこでちゃんと奪い返してる。諦めないのはね、これ勝利やってくる。いやー、はい、まずい。あれバリア運がない。あーあーあー、はい、もう意地を見せていく。もうっていうよりは強い。このゲームゼロコンのリーダーでちょっと動き違うわ、ね、どのゲームでもなんか動きがないことで強い。あの、かっこいいです。残響波動拳をあんま使う人はまあね、リーちゃんといえばなんか近距離パワー型みたいな印象だけど、なんか平成の波動を持っていないので、ね、残響波動拳。あ、終わったか。終わるの。できる。勝利拳。おお、勝利ループ。よっしゃー、ミスったー。さあ、このゼロドット削り切れるか。ゼロゼロじゃねえか。おったー、おった。乗れている。そこで全然後転読む。すごいな。さあ、まるで攻撃決勝のチャベスさんを。これが格闘ゲーム。なんでこんなのかっこいいな。なんでまともなんだこの。どうした？なんでこの時こういうところでまともなのかな。いいじゃんそれ。ショルケン減る。ちなみにあの、はい、キズリのあのノコギリから出してる台足が、うん、なぜか投げ目でくる。なぜ？わかりません。とかなんとかいけるうちにダメ。さあ、セットプレー。見えない。
まあ前転こすればいいのかな。でも完全に重なってるからやっぱリバーサルじゃないと出ないなんだろうね。とりあえずダウン。おお投げ方がうまい。あ流れが予算のペースうまい。あのジャンシーほんと読んで、あーあー長い。おお終わっちゃって。さあどこまで行くか。さあとりあえず完成までは1位取りたい。1セット目さあここから2着表カウンターヒット繋がってないっぽい、はいはい、さあ応援大将の粘りが素晴らしい。いいね盛り上がるね。いや強いな。あー大将応援に対して副将の鳥の扉。さあ扉のアンジェラかなり仕上がっている。立ち回りが主に仕上がっている。さあ引っかかった。あれは弱小竜は受け身ができないか。いやだって取れないんじゃないかな。おおおおあれなんだ。あそうなんだ。じゃああれ受け身取れないんじゃないか。みんな下手くそ。ダッシュ勝利勝ってる。ダッシュ勝利勝ってる。あれだよ。カズマ君がダッシュ勝利勝ってる。取れます。ダッシュ勝利はエフェクト付けよ。あれか、カズマ中になってきたからうまい。扉ちょっと獅子戦やったことないっぽいな。おい、とりあえずダメージを取って、ダジャンアンジェラのダジャンがダメン、あ、言わせつきの便器が、わし長いね。あこれ死んだのかな。全部は行くか、味方まではいく。いやーこれはギリギリ。うわーミスった。みんな良さそう。いやいやさあ相手も電気のこと分かってない。電気分かんない。なんだか分からんがすげー減っている。おーおー保証。なぜか体力リードしているのはアンジェラ。どういうの、ね、さあこっからの立ち回りバラないてごまかして何も起きない。うせえ隙がない。おお昇龍よく見ている。最後は削り大将戦まで来ちゃったよ。さあ大将戦何かとデブをディスっている。みんなもっと優しくしてあげようよ。俺もまあ俺もダメだ。試合始まるぞ。さあ先手を取ったのは多い。あれは手に取った。あれはダッシュ処理。あれだけ取れる。あれだけ取れる。あれだけ取れるぞ。あなるほど逆だと思った。おお禁止確実かな。それで終わった。うまいな。さあワイちゃんの空中殺法。おおガードが硬い。ワイちゃん早いね。いやーかかった。とりあえずダウン取って、ガードは硬い。ガードは硬い。ガードするね。すごいな。さあお互い転がって3ゲージ。おじさんしっかりゲージ見てるの本当にすごいな。すごいね。我々がダメなだけかもしれない。僕らノールプレー的にはね。さあハエルが、いや、これって拾われてる高さだったな。引っかかった。次の置き攻め。死んだどんどん。うわさあ先にリーチをかけたのはチーム。ただまあゲーム状況的にはちょっとサンプラが十分。あーあーあーあああ死んだのみ。最悪の距離。さあ虫けらになった。あー3回はい傘傘すげえ減る。さあ何なんでしょうこのゲーム。逃げ
ージあるの。確かにワンちゃんは残っている。あー、すかしげだ。というわけで勝ったのはチンチームですね。本戦のリベンジを見事、ちゃんとパワーの強いところを。はい、じゃあこれで本日の専属イベント全て終了ですね。じゃあ皆さん、もう1ヶ月切りましたが、クボリューション頑張っていきましょう。お疲れ様でした。